です。皆さんこんにちは、みよしチャンネルのみゆです。今回はボブのヘアアレンジの仕方を教えていきたいと思います。イエーイ。最近髪をバッサリ切ったんですけど、短くなったということで、このできる範囲のアレンジを紹介したいと思います。今がノーマル？今がノーマルです。何もセットしてない感じですね。まあでもそれでも全然いいね。これでも全然。セットはしたよね。してない。してない。してない。朝起きてからボサボサだけちょっとあれこうなんかやったんじゃない？あ、櫛はな。朝だけ？櫛とあとちょっとストレートアイロンとしただけですね。ちょっとこれも一つのアレンジとして入れましょう。ああ、それが今ノーマルのやつ？ノーマルですね。あ、ノーマルもよくない？いいよ。ノーマル、結構ノーマルがいいかもしれない。はい。はい、じゃあすいませんお願いします。言っていきたいと思います。でまずちょっと私は毛量が多いので分けてブロッキングしてやりたいと思います。これぐらいの量をやって、そうちょっとずつやった方がなんか毛量も減るし、なんか巻きが長持ちするので、絶対こっちの方が、絶対こっち選ぶ方が良かった。最悪。なんか順番がある？いや、なんかストレートアイロンもこっちにあるけど、でこっちの方が分かりやすいかなって思って、これは自分の好きな程度で、これぐらいの量でロッキングしていきます。そしたらまずこれから内巻きをやっていきたいと思います。まずこれぐらい取ってストレートにして内巻き、中にストレートアイロンを内巻きにするって感じですね。ほらこんな感じで内巻きになりましたね。これは好きな程度、これは結構簡単かな。ただ内巻きに流すだけなんでね、簡単だと思います。でなんか内巻きすることでなんか髪がちょっと短くなるじゃん。時期結構可愛くなるかなって、くるんってなって全部ね同じように、結構でも大変よね。結構ブロッキングしてるので、ブロッキングってちょっとちょっとずつやっていくの？そう、ちょっとずつちょっとずつね、可愛くしていきます。あら、よくない？見て、いいよ。この感じ内巻きになりましたね。そしたら残りのやつもね同じようにやっていくという結構簡単なね作業ですね。私はね大体3個に分けてしてます。やっぱちょっと毛量が多かったらやりにくいので、やっぱ3個に分けてやってます。でさっきと同じようにね皮を取ってくるん、おお、こんな感じですね。いい感じ、くるんとしていきます。こんだけ結構違うで、後ろもちゃんとやっていきます。あとは最後のここね、最後も同じようにしていきます。こうしたらこんな感じ、よくない？ほらこんな感じですね。これで反対も同じようにやっていったら完成です。じゃあ反対もやっていきます。はい、こんな感じで両方完成しました。じゃあ内巻きこんな感じです。はい、完成ですね。完成です。いいよ。じゃあ次はですね、みんなどっちがタイプかわかんないんですけど、次は外ハネに参りますね。こっから外ハネにするの結構大変よ。大変なんですけど、できるかなと思うのでやっていきます。結構これタイプ分かれるよ。父さんは外羽の方が好きよね。違ったか。次も同じで、次もちょっとブロッキングしていきたいと思います。今度は外巻きだね。今度は外巻きですね。外巻きヘアアレンジですね。また同じようにしてなんか可愛いな。したらこれ結構ロングの時のヘアアレンジ、髪の巻き方ってやったんですけど、まず外巻き、このパカパカの方が
自分の顔側に来るように持って、こっち側ね。そしたらできるかな、じゃあキャラ外だけ。そしたらちょっと取る、ちょっと取って、ちょっと取ったらここぐらいで、ちょっと下らへんで挟んだら外側に跳ねます。これぐらいかな。おお、お、いくね、いくね、いくね。おー、一発になったね。そう、内巻きから外巻きむずいからな、やばいかもしれない。そう、外巻きから内巻きに戻すのもむずいけど、ここで結構止めて頑張れ。まあまあまあいい感じなんじゃないの。いやー、やばいな、内巻きになる。めっちゃ難しいね。そう、難しいんですよ。まあ、下の辺は別にいいんですけど、上が多分外巻きになれば大体はいいみたいな。結構納得いかない、こことか。ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっとずつやるのがやっぱポイントだね。ポイントですね。ちょっとずつやった方が綺麗にできるし長持ちするのでね、おすすめに。こことかは結構なってるのよな。こことかは結構なるんですよね、外に。ほら、あ、ほんまやね、うん、いいやん。まあ、こことか後でやればいけるいける。まあある程度なってたらいいのでね、良くない。結構、うん、やっぱ雰囲気だいぶ変わるね。そう、雰囲気結構変わるんですよ。こんな感じで反対もね、同じ反対もやっていくような感じやっていきます。反対の、うん、どっちが難しい。こっち。ああ、まあ右利き上げね。うん、確かにそれもあるよね。そう、結局こっちの方がうまくいくときがありますね。なぜか巻くときのポイントとかありますか。巻くときのポイントは、でもやっぱり、何やろ、やけどしない。そう、やけどしない。やけどしない。まあいっぱい練習したら、まあ、とりあえずうまくなると思うんで、いっぱい練習すること。で、まあこっちのとき、右のときはこうじゃなくて、こっちを前。ああ、めっちゃ難しいね。そう、顔側にパカパカやっぱ来るようにします。難しい。難しいよこれ、結構。ほら、こっち上手くない。おこっち上手いよ。なんかこっちなりやすい。すぐやっぱ右利きとか左利きとかあるね。結構あります。ぜひまだもうちょっと練習して頑張ります。はい、じゃあ反対も同じような感じでやっていくって感じですね。同じような感じやっていきます。はい、外巻き完成しました。おー、いい。雰囲気が悪くない。あ、だいぶ違うね。結構タイプが分かれるかなって思います。どっちがいいか。あ、父さんこっちの方がいいかもしれんな。マジ。うん、でちょっと、まあ、人によって違うかもしれない。確かに、ちょっとオイルを、ね、違うな。あ、ごめん、いきなりやらない。ちょっとオイルをつけていきます。私が使っているオイルはリンスオイルの桜を使ってます。これをちょっとポイントなんですけど、まあ、つけすぎない、2滴ぐらい出して。めっちゃいい匂いするよね、これね。そう、これめっちゃいい匂いする。もらったよね。そう、もらいました。ありがとうございます。何もらったんっけ。これはいつも通ってる美容師の方にいただきました。ありがとうございます。本当にもうこれサラッサラになる。そうなんだ。そう、マジやばい。しかもいい匂い、なんかいい匂いのモテる女みたいな感じになりますね。ほら、こんな感じでツヤも出るし、一周回ります。こんな感じです。おー、いいやん。良くない。うん、こんな感じですね。あ、次は髪をくくっていきたいと思います。まあ、最近切ってハマった髪なんですけど、まず一回ハーフアップをします。なんて言った。え、一回ハーフアップ。あー、びっくりした。学校にしていってるよな。そう、学校に結構していってる髪型なんですけど、まあ、ある程度触覚をちょっと取ってくくっていきますね。これぐらいかな。これぐらい取ったら耳ぐらいまで普通にハーフアップします。事故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 。触覚大事やけん。これはね、結構髪切ってハマってます。普通にハーフアップ綺麗にします。まずくくります。これ結構やってる方もいると思うんですけど、3、4回ぐらい通してくくったら
最後の硬いところでちょっとお団子を出します。これぐらいかな。あ、今日ちょっとあんまうまくいかなかった。はい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 、可愛くないこれ、これめっちゃ好きなんだけど私。どうはいいやん、いい、俺もこれで好きかもしれんな。あ、マジ言った。結構ね、学校でもこれ完成、これで完成です、で、これをこの時の髪はやっぱり外羽ねと合うので。いいやん、簡単じゃない、簡単。お団子がちっちゃくなるのがまた可愛いんですよね。いいやん、そう、こんな感じですね。よくない？いい。で、これでよく最近前髪の巻き方教えてくださいとかよく聞かれるので、また紹介していきたいと思います。まあ、今の前髪の長さはちょっとこれぐらいですね。これぐらいでまず前髪の部分を全部取っていきます。取ったらこう普通にもうストレートに通すだけ。ストレートに通したらすぐここを押さえて浮かないように押さえて、すぐ櫛で解く。簡単ですね。前髪は普通かな、こんな感じです。で、そしたら横の触覚もストレートにします。全部ストレートですね。 OK、こんな感じでできたらね、オイルをつけていきたいと思います。なんか前髪に何つけてますかとかよく聞かれるんで、私はさっき使ったオイルをつけます。これちょっと前髪にはね、ほんのちょっとがいいね。ちょっとつけて、触覚にもねつけて、前髪にもちょっとつけます。 OK、 毛先だけつけます。なんか最近はケープしない前髪にハマっとる。前は結構つけようと思うね。そう、前結構つけてたんですけど、なんか最近はサラサラのケープしない前髪にハマってるので、これだけです。こんな感じです。どう？いいやん、いい、やったね。一周回りますね。まあ、こんな感じでゲソみたいにやってます。これでよくね、結構学校とか行ってます。参考にしてくれたら嬉しいです。ということでね、私のバッサリ切ったボブのヘアアレンジはこんな感じでした。また見てね、バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバーイ。バイちゃん。